はい、こんにちは、サガンです。三が日も過ぎ、もうお仕事が始まっている方もいらっしゃるかもしれませんね。または私と同じようにこたつでのんびりされている方もいらっしゃるでしょうね。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは年金、生活、趣味、資産形成などの面からシニアの暮らし全般を私の体験をもとにお伝えしているチャンネルです。今日は公務員は年金だけで暮らせるのかをテーマに、私の12月の年金と家計簿を公開しながら検証していきたいと思います。私の経歴は動画の後半でお伝えしていきたいと思います。というのは、先月の動画でもお伝えしましたが、私の経歴をすでに知ってこの動画を見てくださっている方と、たまたま偶然この動画を見たよという方がいらっしゃいます。そしてたまたま見たという後者の方の方が圧倒的に多いんですよね、多分ね。なので前者の方には内容が重複しますし、後者の方にとってはこの動画一本では私の立ち位置というものがわからないままご覧いただくことになり、それはそれで全体の内容が理解いただくのに不十分であると考えるからです。はい、では今回は次のような流れでお話を進めていきます。1番、元公務員の年金支給額とリアル手取り公開12月分です。で、合わせて元公務員の家計簿を公開していきます。2番、私の経歴、現在の立場を簡単に紹介します。3番、コメントにお答えしてという、この3本立てでお話を進めていきたいと思います。では早速、私の11月の年金支給額と年金の手取りを見ていきましょう。これが12月の年金の支給額になります。それで支出はですね、生活費、医者、車、電話通信などは先月とほぼ同じですけれども、公共料金が増えてます。上下水道が2ヶ月に1回、それからガスがちょっと寒くなってきたのでね、たくさん使ってます。で、電気で NHK がここで入ってきてますので、先月に比べて1万円以上高くなってますかね。それから保険、趣味は同じです。で、ここですね、特別出費と私が考えているものです。年末年始でもって6万くらいは予算であげました。それから冬のタイヤ購入で、これは予算ではなくてもうすでに買ったものですが引かれてます。で、合計が20万9876円になってます。はい、毎回これが多いでしょっていうアピールをするところなんですが、国保が38,300円、介護保険料15,860円、住民税1,600円は変わってませんけど、これ2ヶ月分です。合計55,760円、2ヶ月分です。なので1ヶ月でもって割ると、55,760÷2で27,880円になります。はい、ということでですね、収入からこのこれとこれの支出合計を引きますと、マイナスの6万223円になりました。12月はちょっと大幅に赤字になっていますという結果が出ました。2番目です。私の経歴ですが、もし過去動画で私の経歴を知ってるよという方は、ここは飛ばしてくださっても話は通じますので、3のコメントにお答えしてにスキップしてください。はい、私は大学を卒業して以来40年近く教員としての人生を送ってきました。60歳で定年退職を迎え、その後再任用として5年間勤め終えて、この3月でその再任用期間も終わりました。現在は臨時採用として、やはり学校に勤務している66歳です。
金銭的立場のみから現状を説明しますと、66歳という年齢は退職した翌年ではありません。なので退職して翌年だから国保や健康保険料、住民税が多く引かれるという、そういう年齢ではないということを改めてお伝えしておきます。はい、3番、コメントにお答えしてということです。今回ですね、国民健康保険量が間違っているというご指摘がありました。しっかり見ていただいた視聴者の皆さん、ありがとうございます。はい、これについてはですね、半分合っていて半分は間違っているんです。11月の動画について、国民健康保険料が3万8000円も引かれているわけがないじゃないかというご指摘がありましたが、実はその通りなんです。私11月の動画で次のように挙げました。国保が3万8300円、健康保険料が1万5800円、住民税が1600円、合計5万5760円。こんなに引かれて高いよねっていう話をしたんですが、年金は2ヶ月単位で来ますので、引かれる額も2ヶ月単位です。なので実際に、11月の支給額というか、まあ11月は支給されていないんですけども、実際に11月の分から引かれるのはですね、5万5760÷2 で27,880円、この額が引かれる合計となっていました。誤った情報を与えてしまい本当に申し訳ありませんでしたが、上記の額をですね、年金から2ヶ月分引かれるというのは、上記の額というのは5万5760円ですね。この額を2ヶ月分引かれるというのは10月からが初めてで、それ以前に出している6月から9月までの動画がありますが、そこで引かれている税金は毎月なんですよね。あ、6月は引かれる月じゃないので、4、5、6かな。4、5、6月は国保引かれていませんので、7月からですね。7月から9月までは、この金額が引かれています。毎月です。で、画面の方をご覧ください。健康保険料が口座から引き落とされています。その様子を見ていただいてます。で、国保という書いてあるのがそれですね。それで、健康保険料はですね、引かれてない月もありますが、それは、年金からすでに支給された年金からすでに引かれているということで、何らかの形でこの金額が引かれているのは確かなんですね。で、11月もこれらの月と同じ金額だったので、そのまま書いてしまったことは私の間違いでした。本当に大変申し訳ありませんでした。が、9月以前はですね、この金額が毎月引かれていて、結局手取りは12万から13万くらいなんですよね。で、私も引かれる額が多すぎるじゃないかと、年金事務所にも市役所にも足を運びましたが、他にも収入があるからでしょうということで、間違いはないということでした。私としてはですね、このシリーズの動画について改めて補足させていただきますが、このテーマは元公務員は年金だけで暮らせるのかということをテーマにしてます。他の動画でもお伝えしていますように、私は臨時職員で勤めていますので、その収入は別途あるわけですが、いずれその収入も、まあ、遅かれ早かれなくなっていきます。そこで他の収入がなくなった時に、まあ、公務員に限らずですね、定年退職者は年金だけで暮らしていけるのかを今から検証しておきたかったので、このシリーズの動画を上げています。だったら税金などの引かれる金額も仕事の収入がなくなった段階でもっと少なくなるだろうということはありますが、今現在においては合算で出てきますので、年金支給額からこれらの金額が引かれていることも事実なんですね。で、年金でいくら引かれて、給料でいくら引かれるのか、税金がそう区分けされた資料っていうのは今のところありません。もしかしたらあるかもしれないんですが、とりあえず私の手元にはないので、私が確認できる資料をもとにお話をさせていただいています。
また金額が変更されてきたら、その時は動画に上げていく予定でいます。はい、ということでコメントを上げてくださった方、ご理解いただけたでしょうか。ちょっと早口で説明したのでごちゃごちゃしたかもしれません。本当にきちんと見ていただきありがとうございました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録などしていただけると幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you! バイバイ。サガンでした。